はい、皆様こんにちは。がっつりサルサが踊れたら第7回目をねしてみようと思います。今日お相手していただけるのは陽子先生です。では前回のね、続きから、ね、いきましょう。前回はこういう、1,2,3,5,6,7,8 セインフットサイドベーシックをしました。4回目はしゃがんで取りました。そしたら1,2,3,5,6,7 という、リバースクロスボディリードというのをしますね。リバースというのは、リバースというのは反対ということですけれども、いつもの、ね、クロスボディリードは1,2,3、男性のこの言ってみれば左側を通るんですが、これは右側を通すのでこういうホールドでもできます。1,2,3,5,6,7という感じですね。こっちから見ますと、もしこのクローズドホールドにするならば1,2,3で、女性をこういうふうに誘導、全身に誘導して5,6,7となるわけですね。まあ男性は一種の1,2,3ですか、一種のクローズドフックパワーもすると思ってもいいし、まあさらにこれを回転をきつくすればこういうふうにスポットターンというステップになるわけですけれども、でそれをこのオープンホールドでするので、1,2,3ときたら、このままだと女性は例えば5,6で、ベーシック、何もしなければベーシック的なものを女性は踏めばいいので、今までのね、流れを保つように受けるのがフォローの原則なので、ね、なので1,2,3ときたら男性は強く引いて5,6,7ね、1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7。これをしたいと思います。違うところを受けてしますとこういうふうに言っておりますので、1,2,3,5,6,7まずベーシックをしたら5,6,7とすればね、1,2,3,5,6,7やや自分の体の方に引きつけておいて、まあ、例えばですが1,2,3,5,6,7とこういうような状態を作ります、ね、そしてこの男性の右手で結構強く女性を引きながら5,6,7 1,2,3というふうに女性の右の肘のあたりに男性自分の、まあ、肋骨をねくっつけて、でこっち引っ張りながら5,6,7 ね。ではさらに続けてみましょう。ここからこの、まあ、いわば順手のダブルハンドホールドね、ダブルハンドホールドは両手ということですもんね。だからクロスの交差のタイプもありますし、またサルサはいろいろね腕の持ち方がたくさんあります。これは、ね、順手なので、そして1,2,3,5,6,7と、まあいわば1回転のインサイドターン、タイタニックのパターンをします。そして1,2,3でそのまま普通ですとハンマーロックに5,6,7といきますが、このハンマーロックの部分を、ダブルスピンで2回転にしたいと思いますね。ちょっと難しいかもしれませんが、こうですね、まず1,2,3,5,6,7でダブルハンドホールドのタイタニックをしましたら、タイタニックのいつものエクシット、つまり出口をして1,2,3,5,6,7、そして1,2,3、またこれがね、こちら側のハンマーロックに続くんですけれども、ここで今日は終わりたいと思いますがね、ここまで長いのでここまで説明ですけれども、もう一回しましょう。なので多分じゃなくて普通の1,2,3,5,6,7、そして1,2,3,5,6,7ね、今多分って言ってしまいましたけども、最近自分が思うのと違う言葉が口から出てきますので、ちょっと危ないかもしれませんね。ね、1,2,3,5,6,7、これは、まあ、1回転のインサイドターンですけども、タイタニックね、こういうタイタニックの状況になるので、で1,2,3、まあ、よく使うパターンで、女性はほとんどこれと同じ足型をしていますね。
手のちょっと違う向きでこう持ってくれば欲しいかな。混乱しちゃうからね。まずワン、ツー、スリーで通常のインサイドターンをする要領でこれを回しますね。ファイブ、シックス、セブン。で、右手は下げたままにしておきますね。まあ、ここ一応ブレーキがかかるので、まあ、そうですね、ちょっと理屈っぽくなりますが、女性が、さらにいつものインサイドターン的にもう半回転回ろうとしても、一応ここに引っかかって回れないということになりますね。これはよくある定番ですね。そしたら、ワン、ツー、スリーとこう、ね、向かい合うわけですけども、次にここで、ターター、ターターというふうに、ダブルターンといいますか、ダブルスピンをしますので、もうワン、ツー、スリーから加速するので、とりあえず女性の足元をね、練習しましょう。ね、ですから今このタイタニックの、5、6、7になりましたので、ワン、ツー、スリーで回り始めたら、足を5、6、7という感じで、とにかくまあ、ぐるぐるっと2回転、ね、ちょっときついですけども、まあ、スリー、ファイブ、シックス、アンド、セブンというふうに、まあ、回転するわけですね。サルサは単純でね、通常はファイブ、シックス、セブンと3本ですけども、まあ、こういうちょっと上級になるとね、中級上級になると、回転をやっぱりできたりね、見せるということはね、素敵なことですから、そうすると、まあ、一本足で回ってもいいんですけどね、こう、5、6、こういうふうに一本足で回ってもいいんですけども、なかなか一本足で2回転は難しいですからね、だから床をちょっと、押すというか、引っかくというかね、バリかくというか、引っかいて、速度を落とさないようにして回転すればいいので、慣れてくれば、特にこういうふうに踏み替えを意識しなくてもね、なんとなくできちゃうんですけども、とにかくそんな感じで、しましょう。一応そういうふうに、ワン、ツー、ファイブ、アンド、シックス、アンド、セブンという踏み替えをね、ちょっと意識してみましょう。もう一回ソロでしましょうかね。どうせだから、ここからしましょう。ね、最初のところね。ワン、ツー、スリー。いつものインサイドターンのつもりで、ファイブ、シックス、セブンですね。で、一回、斜め前に出て、ワン、ツー、ここからですね、スリーで加速して、で、5、1、6、and 7。ね。で、これがいつものハンマーロックにこれ実はなってるので、そして、1、2、3とこういけばいいですね。あ、今日反対だな。いいね。もう一回しましょう。ここからですね。せーの。1、2、3。5、6、7。右、左、そしてワン、ツー、スリー。実際さらにここからまた違うタイプのハンマーロックに続くんですけどね。で、慣れてくればさっき言ったようにあまりバタバタしなくても、できるようになると思います。ほぼ右足の方に今ワン、ツー、スリーで右足の方に体重があるので、まあ、左で少し引っかきながら加速を継続して速度を落とさないようにして回るということですね。今もう一回しましょうかね。ワン、ツー、スリー。ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー。ファイブ、シックス、セブン。そして、ワン、ツー、スリーということですね。では、反対向きからちょっと女性もう一回しましょうね。女性はこうなってますので。ワン、ツー、スリー。同じステップです。ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、ファイブ、アンド、シックス、アンド、セブン。そして、ワン、ツー、スリーですね。だから、スリーで加速しておくと、ワン、ツー、スリーと、こういう風になって、半回転、もうすでに先取りしてお得な感じになりますのでね、つまり今、こうなってますから、よいしょ。こうね。今、こうなってますから、ワン、ツー、スリーでこのぐらいか、もう少しで気持ち回っておけば、ここからちょっとスローモーションでいきましょうね。ファイブ、アンドで半回転。そして、シックス、アンド、セブンで1回転すればいいのでね、2回転が1回転半ぐらいに
なるほどね。まあ、ちょっと細かいですけど、こっから数えれば2回って言いますもんね。ワン、ツー、スリーね。こっから始めるとすると、1回転、2回転、終わりとこういうことになりますね。さて、これはですね、女性、さらにこのステップを受ける、ためにはもう一つ意識しておく必要があります。今こういうふうになって、このタイタニックから、同じこのポジション、タンデムポジションから、ライトターンのダブルターンを、ね、するわけですけども、通常でしたら、ワン、ツー、スリーで、もちろん手は離さないので、ファイブ、シックス、セブンとね、しておけば、もう男性がリードして意識的にこのハンマーロックホールドになるので、女性がとりあえずされるままに、ね、しておけばいいわけですけれども、これ1回転ですから、もう1回転するということは当然ですけど、この手をつないでいたら回転ができませんから、離すことになりますね。だから2回転目は離します。で、その時に女性が手を適当なところにやってしまうと、ハンマーロック終わりません。で、女性としては次にこうなっている。例えば、気を利かせて、勝手にこっちの手を持っちゃったりすると、次にこのハンマーロックの脱出がしにくくなりますので、こういう場合、女性は、どういう風にしたらいいかというと、まあ、大げさに言えば、フォローのね、大げさに言えば、フォロー、つまりリードを受けるという原則ですけれども、直前の状態を保存するというか、キープするということなので、まあ、今のように、ちょっと理屈っぽいですけどね、ワン、ツー、今のようにこう来て、でこういう状態であれば、このままのね、まあ、極端に言えば何回回されても、この、ね、左手をこの位置に置いとけば、回った時に外れますけども、シュリンとまた元のね、この位置に来る。それから男性の人も、心持ち少しこのウエストを、まあ、擦るというかね、何もこうやってやっちゃうと女性も次にこっちの手ここで持たないかんかなと思ってしまうので、こういう風にして、スルスルと、ね、ちょっとだけね、いやらしくなく接触しておけばここに戻ってきますので、これは女性も知らないと、ぼやになってしまいますからね。では簡単に今日やったところをね、もう一回しますと、ワン、ツー、スリー。5、6、7 1、2、3 5、6、7 1、2、3 5、6、7そして1、2、ね、ここからまた次回ですね。ちなみに男性はまあ、スローモーションなどでね、ご覧になると分かるように1、2、3で女性を回すので、いつも通り交代してもいいし、交代するとちょっと離れてしまうので、最後に5、6としてもいいし、何せ結構な勢いでね、男性リードしないと当然女性は普通のライトターンと思いますから、なので男性は足を踏まないでしておいた方が、無難ですね。1、2、3、5、6、7 1、2、3、5、6、7、ね、で終わった頃に次の1にちゃんとワンは右足になるように調整すればいいのでね、じっとしてるとついワンが左になることもあるかもしれませんがね、それは調整すればいいし、大の字になってそして強く回した方が安定しますので、男性も踏み替えのことを意識しなくていいですしね、もちろん踏み替えても構いませんのでね。では反対向きからもう一回お見せしましょう。反対プラス少し斜めからしますね。ワン、ツー、スリー、5、6、7 1、2、3 5、6、7 1、2、3 5、6、7そして1、2、3、まあ、今、回転が、ね、終わってハンマーロックになった時にオープンブレーク中に後ろに行きましたけど、ちょっと前も構いますよね。1、2、3でも大丈夫ですね。じゃあ今日はここまでにしましょう。